園内風景動物と子供の国遊園地球ハンター住宅神戸市立王子動物園は兵庫県神戸市灘区の王子公園内にある動物園。1928年に諏訪山公園内に開園した諏訪山動物園を全身に開園。1950年に開催された 日本貿易産業博覧会の跡地を利用して1951年3月21日に現在地に移転、開園した。総面積は8618平方メートル、ジャイアントパンダコアラ、アムールトラアムールヒョウユキヒョウなどの希少動物を、はじめ138種、778点の動物たちが飼育展示されている。 現在、日本で唯一ジャイアントパンダとコアラを同時に見ることができる動物園である。園内には上映設備のある動物科学資料館や遊園地などが設置されている。ほか、実物の国鉄 D51 形状機機関車が展示保存されている。異人館、旧ハンター住宅が北の町から園内北東隅に移築され。 毎年4.810月に館内を公開している。春には、無料で園内の桜を見学できる、夜桜通り抜けというイベントが行われている。2021年、神戸市は都市型動物園に転換することを明らかにした。王子公園内のスポーツ施設の再編により、動物園だった敷地の一部が、スポーツ施設になるが、その西側のプール等を廃止して、 動物園の敷地にすることで飼育エリアを維持する。都市型動物園への転換により、動物の展示方法が改められる。なお、遊園地は1951年に設置されたが、老朽化しているため廃止され、駐車場が整備される。ありがとうございます。